嬉野の流は、将棋の先方の一つ。天強豪の嬉野しの明が開発し、元将礼会三段の天の木元が、独自の研究を加えて、基礎にしたことで、将棋ファンの間で広く知られるようになった。初手六八銀から、前例のない力戦に持ち込むことが、最大の狙いであり、一般的には、奇襲先法に分類されることが多い。しかしながら、 奇襲を防がれても互角に戦える点が、鬼殺し等の従来の奇襲戦法とは大きく、性質を意にする。戦後を問わず使え、相手が生き者だろうが、振り飛車だろうが柔軟に対応できるのも他の奇襲戦法にはない強みである。初手6八銀と3手目7九角が、嬉野流の代名詞で、普通は守りに使うことの多い左銀を繰り出して、斜め棒銀に行くのがその狙い。 相手が一飛車なら、六八銀三四歩七九角八四歩七、八金八五歩四八銀と進み、八六歩同歩同飛で飛車先の歩を交換された。際に、八八歩と、いわゆる土下座の歩を打つのが、かき通りの指し方。これには、相手が棒銀で攻めてきた時に、当たりを緩和している意味がある。基本型からの理想的な展開を見ていくと、 8、2、2、6歩、3、2、2、2、5歩、3、3、銀、5、6歩、3、2、金、5、7、銀、左、6、2、銀、4、6、銀と、まずはどんどん左、銀を繰り出して攻めていく。玉を固く囲うことは難しいので、相手の陣形が整わないうちに、積極的に仕掛けていく必要がある。威力のままで戦うことも多いが、4、8の銀がどういったときに、玉の小瓶が開いているのが傷になりやすく。 おりを見て69に寄っておくとそれだけでだいぶ耐久力が増す。14歩36歩後に金35歩同歩、同銀34歩24歩同歩同銀同銀、同角という展開になれば、後手はどう応じても味が悪く先手優勢。狙いがわかりやすく、破壊力もあるのがこの先方の特徴であるが、斜め棒銀で攻めた一例が数で、次の33歩が厳しく成功である。また、 46と66へ銀を繰り出して2枚銀でゆっくり刺すバージョンもある。88歩の形が意外とよく、76歩をついていないのも75歩といった攻め筋がないので、その点でも人形が低くて非常に優秀な戦術となっている。嬉しの竜は棒銀の受け方も独特である。いくつかのパターンが存在するが、相手の銀が4段目に上がったらこちらの銀も4段目に上げ。 相手の銀が5段目に上がったらこちらの銀も5段目に上げるというのが受け方の基本。基本型から進めると、8246歩、7 2銀 2, 2 5歩3三角56歩、83銀57銀左74銀66銀、85銀65銀、86銀,銀69玉87歩、76銀88歩正道金87歩78金。一見すると押し込まれていて苦しいようだが、 形成は五角。この局面から七四歩なら四六角九二飛、八二歩で、先手十分。棒銀の受け方としては他にも八五銀の時に六、五銀ではなく七五銀として、銀交換を目指す受け方や、土下座の歩を打っていない場合に限られるが、八八金七八玉とする受け方もある。例えば、二筋の歩を変えずに、図のように棒銀をすれば手が間に合わないと見られるが、 8八金7五銀7八玉とすれば受けられる。これは後手伝いの場合でも可能。最も有力な嬉野流対策として4四角から飛車交換を強要するという指し方がある。将棋ウォーズに常駐するソフトが始めた対策でこれをやられると嬉野流側としては非常に指しにくい。一例として6八銀3四歩7九角8四歩7。 八金八五歩四八銀三二金二六歩四四角五六歩八六歩同歩同飛八八歩五六広く九玉に六飛のような展開が考えられるこれとは別にプロ騎士の本間博氏がこれで万全奇手破り辞典という本の中で飛車を八六に置いたままにする対策を紹介している上記の対策が出てきたことで うれしの側も対応を迫られ、その結果天の気元の基礎とは異なる新しい指し方が誕生した。6八銀3四歩五六歩八四歩五七銀が新型のうれしのの駒組先にも六歩五七銀を決めてしまうことで相手の飛車に横歩を取られるのを防いでおり、これだと上記の対策は通用しない。新うれしのの特徴はそれだけはなく、 引き角を保留しているため、以前よりも取り得る作戦の幅が広がっている。相手の駒組み次第では、米潮流急戦やぐらや、屋敷流二枚銀等の戦法に合流したり、右玉に組むようなことも可能である。また、新嬉しの流では、土下座の歩ではなく普通に八七歩とすることが多く、本間広志公安の対策も不可能である。 加えて持久戦模様になった時には玉を八八まで移動させ、それなりに固く囲うこともできるようになっている。振り飛車相手に斜め棒銀に行くと、古くから存在する鳥刺しという戦法に合流することになるが、そうではなく相振り飛車に持っていく刺し方もある。創始者である嬉野博明は、振り飛車相手に中飛車や向かい飛車にする刺し方を積極的に採用している。 6八銀と7九角の形は非常に柔らかく5六五5七銀8八,八飛の相振り飛車は先手中飛車で相振りの時向かい飛車に振り直すことを考えると途中下車がないのでものすごく得をしていることになる。天間では人気のあった嬉しの竜だがプロが採用することは長らくなかった。しかし2017年3月24日 第30期竜王戦一組ランキング戦の安倍、健次郎七段対丸山忠久九段戦において、先手の安倍七段が中負をついてから銀を上がる変則的な駒組で嬉野竜を採用した。結果は安倍の圧倒的な敗北に終わり、竜王戦一組という大舞台だったことも手伝って、初手六八銀のみならず、嬉野竜は悪手であると広く認知されるきっかけとなった。 初期六八銀から既存の様々な戦法へと変化していけるのも嬉しの流の特徴である。ありがとうございます。